ちなみに経験値がっつり減ったよ。おお、やばい、やばい、やばい、積む、本当に積む。鬼と包丁だ、やばいよ。こんな殺伐としたチャットだ、初めて見て。いやでも聞いてよ、ドロクさん。ちょっと開いてみようかな。開きます、ポチッとな。うわー、なんとリンドクエストの LINE スタンプの発売決定のチラシを間違えて開いてしまったのだ。ちょっとリアクションしてみたいと思う。どうですか LINE スタンプの感想は。どうですか、いい感じですか。多分声入ってないです、2人とも。え、嘘。あれ、トラックが分かった、トラックがまだされてるんだ。これどうですか。入ってないです、おトラックさん一人で喋ってる。あそうなの、そういうこと。あ、なんか開いた。あ、ナイス。そう、ある、 あるね。あ、ナイス、いいね。じゃあ今度はおトラックが、そりゃ、あれ、全然届いてない。どうやって撮るのこれ。えい、全然届いてない。これ、あ、これ無理なやつなの。アスレ能力が必要なやつでは。あ、全然いけるじゃん。全然いけてる。いけないんだと思ったらいけちゃったじゃん。なんで、あれ、どうしてなの。ただなんかしらなるとかさ、ありそうじゃないですか。あ、ここ開いたよ。あ、こっちも開いたけど、あ、ここゴキブリの。あ、え、ゴキブリの部屋。ここゴキブリの部屋だ。やだ、ヒードランがいるってこと。さん、これあげる。これ、ちょ、見てこれ。何にこれ。なんて書いてある。じゃ、みんなで書いてある。ゴキブリの鍵って書いてある。やばいだろこれ。ここゴキブリの部屋だってさ。じゃあ開けるよ。地面4倍だよ。やば。閉めろ。え、でもなんもないんだけど。なんもないの。なんもないよ、ゴキブリいないよ。いない、ヒドラいない。入ってみ、ヒドラいない。なんもない。これなんだっけ。もちろん、あれ、閉まっちゃった。ゴキブリ。閉じ込められちゃった。どっかの部屋には鍵があったりするんじゃない。ああ、ありえそうですわね。やばい、なんか最近さ、人道クエストさ、マジでやりすぎちゃってさ、お嬢様がさ、素で出るようになってしまったんですわ。どうしたらよろしいんですか。まさかこんな副作用があるなんて。知りませんでしたわ。みんなのものも大変。え、これでさ、なんか開かないんですの。絶対。そう、それが全然わかんなくて。オットセイの鍵でもなければ。名前変えたらさ、いけたりするの。鍵って金床あったじゃん。そう、いけるかもしれないけ ど、ね、ここが何の部屋かがわからない。ここの部屋の名前を推測するんじゃない。 あ、ちょっと待って、何、ひらめいた。あの、僕さ、こんなの持ってるんだよね。見て見て、何でしょうか、これは。これだと思うんだよ、名前のかすれた鍵。シャリリリリ。そう、だからこれあそこの鍵なんじゃないかな。なるほどですわ。俺も一本持ってる、ちなみにそれ。え、名前かすれすぎじゃない。試しにさ、海の鍵ってしてもよろしいですこと。行ってみますか。あ、なるほど。試しにね。で、これでここに入れて、ほい、かすれた鍵を、海の鍵、これといたしますわ。エンター。お、んかすれた鍵が2個に増えましたわ。あれ、嘘。増えちゃった、どうしよう。え、どうやって、え、もう名前のかすれた鍵がね。僕も名前つけよう。つけてお願い。でもね、経験値がね、多分足りませんわ。え、これさ、一人で取った。お、タイマンがうまくできてる。
あれ僕増えなかった、なんか増えるからさ、うん、変な名前にしたのにさ、変な名前、なんて名前にしたのメタモンじゃんなんでメタモンの海外名にしたの、しかもポケゼルじゃないとわからないネタですよ。あれでも普通にできちゃったんだけど僕カンカン、カンカンできた、え本当に、なんで、なんか僕経験値1あるんだけどこれどうして、えなんで1あるんですの、私ないですか、わかった、あれじゃない、あの青のやつ、そう、青いやつ、え僕無駄にした、もしかしてこれディストでえの経験値なくなったの、いや1あるけど大丈夫なのかな、多分あれじゃない、何個か取ってたよね、2個ぐらい取ってなかった、取った、取ったからかな今じゃない、多分そうでしょう、でこれ何回かやってた積む、もしかしてこれで経験値もちゃんと減ったかどうかをちょっと見たいなみたいなところはないですか、確かに、うん、もしこれで経験値が減らないんだったら何回でも変えられるじゃん、まあ確かに、うん、で経験値が減るんだったらちょっと慎重になんなきゃいけないけど一回行ってみるか、うん、じゃあ海の鍵とかにしてみるね、あそうだね、イルカリュウグウタツノオトシゴ、どう、ちなみに経験値がっつり減ったよ、おおやばい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 これやばいかもしれない、やばいやつじゃん、え本当に積むつむつむ、あとだから歌いさんが1回できるだけかな、やばいやばいお徳さんついでにこっちは、うん、あ確かに、あそうだそういえばなんかあるかも、なんかあるかも、赤いやつがあった、あ緑だ、あなんかこれなんか関係ありそうだね、ありそうだなね、関係ありそうだね、あここにさ、ここに置くとさこれが光って多分こっちにもあるんだよ同じものが、あないなかったわないなかったわ、うん、うん、あ頭使うね、ちょっとさ、ね、驚く使えてきちゃったな、ベルさんベルさん、いやここはさ、やっぱスーパーエンジニアがきっと今考えてんだよ、僕もベルさん、ベルさん、あちょっとあの歌いもんがね、なんかね考えてくれてるみたいだから、うん、ちょっとベルさんにさ、ちょっと聞きたかったことがあるんだけどさ、なになに、今回のオドミンサイトでしたか、えでも今回はね、うん、無事みんな間に合ったからね。あね、どうでした？よかったんじゃないですかね。よかったんじゃないですか。なるほどね。あちなみになんだけど、今回の大踊り祭ってさ、はいはいはい。なんかベルさん2回行動してましたよね。2回行動しましたね。1回目は？みんなでドブルで戦ったやつね。うん、あそうそう、ドブルで戦ったやつね。うん、そう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 。で2回目がシェードさんとエルフンとドレディアで戦ったやつ。うんうんうん。いやなんか私ちょっとコミュニティに話したんだんですけど、あー、うん、あのシェイドさんと、あなんか逃げたの逃げない卑怯者逃げるなーなんか聞いてるんですよ、なんかシェイドさんと同時投稿するっていう風な話でね、シェイドさんがね、あの昨日にね、あげてるんですよ、でね、なんかね、そこでね、なんかね、ベルシャンがね、別にシェイドさんからは頼まれてないんですよ自分から、自分から なんて言ったんだっけ、ベルシアン、え、なんか同時投稿しますってね、あえ、誰とシェイドさんと、あなるほどね、え、シェイドさんと同時投稿を、うん、うん、シェイドさん何時にあげた、シェイドさん5時にあげてたね、アドミサイ5時だからね、あ、そうだね、アドミサイ5時だもんね、ってことは、そうベルシアンは、ベルシアンはね、ベルシアン7時半だねこんな殺伐としたチャットだ初めて見ていやでも聞いてよ、ドロクさん、はいはいはい、何ですか、これね、うん、歌いさんもね、ああ歌いさんもね、あの俺のあのドーブルのやつ同時投稿しますって言ってたのよ、えっ、ドロク初耳だけど、ね、あの同時投稿するからねって、うん、知らないな、この人言ってたんですよ、うん、でも、うん、動画はちょっと覚えがないですね。でもね、あのなんかね、この人ね、この動画のオチをね、最後僕のチャンネルで見てねっていう感じでね、投げたの。で出してくれるって言うからね。あ、じゃあそっちで保管すればいいやと。なるほどね。なるほ
ほどね。自分の動画で完結させてないんだよ、ね。なるほどね。やばいってコメントだ。こんな殺伐としたこと言わないで。なんでこんな包丁あんの。やばすぎる。怖。鍵の名前になるんじゃないかなっていう。このホッパーの中に入れるってことか。そうで鍵を入れたら、うん、全部入れたら鍵が開くんじゃないかなって勝手に思ってます。なるほどね。違うかな。もうわからないよ僕。そうじゃなかった。さすがタイマー。いやでもそうだと思う。驚くもきっとそうだよ、うん、おい考えろ。さすがタイマーだよ。さすがタイマー考えてんだよ。さすがタイマー過去投稿覗くって言われてるよ。そう、あのなんかね、うん、ショートのコメントとかにね、うん、質問ですって来てて、うん、なんでコマンドとかはできるのに動画は作れないんですかって来てた。来てた。そうタイマーね、投稿以外のことは全部できるから。そう、そう投稿はできないけど、投稿以外は有能なんだけど、ね、投稿以外はマジで有能なんですよ。とつさんがさ、なんかようこそ皆さん謎を解かない謎解き配信へって言われてるんだけど、え？いや今必死に歌いさんが解いてるから。そう必死に歌いさんが解いてるから。いや一生懸命ね歌い文がね、そうだよ、喋りながら解いてんだよ。そうだよ。そうだよ。それは一生懸命驚くためにさんってね繋いでるんだから。そうだ、分かりますこちら側の苦労。そうでもそっち何も考えてないけどね。もう鍵全部僕に預けてるからさ、解けもしないんだよそっち。だからまだうるさい。うん、ところで歌いもん。多分解けたけど、すごい。でもこれさ、あの僕解いたけどみんなにどうなったか共有しないとさ、あれじゃない。まあ今からメモ帳に書くから。メモ帳に書くから、うん、共有しようみんなに。あ、だって置いてかれるでしょ、だって、うん、そうだね、そうだね、さすがに置いてかれると思うんだ、うん、こうやって俺ら視点雑談してたら扉開くからね。そうだよ。よくないでしょ。よくないね、うん、だから今からメモ帳に書き起こすからさ。ちょっと待ってて。歌いもん偉い、そこに気づけるなんて偉い。配慮できて偉い。配慮できて偉い。これメモ帳クソめんどくさいんだけど。お、え、何の音今、何の音、あ、開いた、コップ入ってるよ、砂を取り除く、あー、あそこだ、あそこだ、あーここだ、よっしゃみんな、ついに脱出ができるぞ。いや長かった、ここまで長かったよ。ようやくいけるんだ、やっとだ、やっとだ。砂、嘘でしょ、いつあんのこれ。やばい。嘘、まだ？また広がったけど。また広がっちゃった。第2ステージ来たんだけど。第2ステージ来ちゃったの？ちょっとじゃあ今からみんなの元に行くね。はーい。あれ？もしかして？もしかして？じゃあみんな、じゃあ驚く行くね。ヒュー！うわー！痛い。痛い。生きてる。生きてた。あ、生きてた。死ぬ気だったのに。落ちどころいいと助かるんだよね。なるほどね。クロスワードかも。クロスワールドでここと、ここと、ここには明かりが入るってこと。クロスワールド、クロスワールドって言って、ずっとスルーがしてた。あ、そう、ずっとスルーなんでずっと。ずっとスルーしてた。ずっとスルーしてた。クロスワールドって思ってたけど。そう、クロスワールドかって思ってたけど。嘘でしょ？ねえ。なんでそんな。じゃあちょっと話題を変えまして。話題を変えまして。え、でもさ、言うてさ、これさ、クロス。あ、止まったな、今。クロスなんだ。クロス？クロスなんだっけ。クロスするのは何ですか。ダブルクロス。いや、そうじゃない。ワードをクロスするからクロスワードなんですよ。世界はクロスしないよ。そう。
というわけでございましてね、まあ大踊り祭も今日であの最後ということでございまして、みんな ね頑張ってね本当に動画作ったんで、もう1ヶ月ぐらい前からね本当みんなして準備して、そうだね、そう企画考えたりとかして、そうね、でギリギリで動画作って、そうあまだいけるって言いながらゲームしてね、そうでブルーさん1分前に投稿して、そういろいろあったね、そう長かったね準備、長かった、うん、うん、次の大踊り祭はじゃあまた遅刻なしで終われるのかな、返事しねえでちゅこの子たち。